これ鬼没、これ興奮ありますわ。うん、興奮あります、興奮あります。鬼没早く使え。うん、ナイス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 、いいよ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 。ああ、これすごい優勢だから、無駄なタックルせずにね、救助行きます。はい、無駄なタックルせずに救助行きます。 IT 君、俺がねバグって止まってるんじゃないかと思ってるかもしれんけど、そうじゃないんやで、ね、しっかり見てるからな。空軍ちゃん上がったんだな。あ、てか興奮かもしれんって思ったけどさ、興奮やろこれ。空軍おるもんだって、空軍おるもんだって。はい、半分超えじゃない。はい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 、気分なんだよね、目とか。マナオです。なんでやろ、さっき顔洗ったのにな。暗号機あります、ました、ハンター。タコ、やめました。普通の人だったらね、あそこで板倒すんですけれども、はい、そこはねちょっと1枚節約しましょう。もしここにさ、地下あったらちょっと倒した方がいいかもしれない、タコならちょっと触手重いし、まあいいか。うん、祭司オフェンスカウボーイ占い師ですね。祭司ちゃんにちょっとあれしてほしいな、ロングワープ出してほしい、ね、自分の狙われた時用の逃げる用のワープとして使ってほしいな。早く逃げてってことは割れとんかな。みんな金玉受け取りフィーバーやん。20コイン。あ、ありがとうな。感謝します。ハンター接近 OK。カウボーイチェイス。しっかり。袋、有意義に使ってほしいね。触手族じゃなくて本体攻撃でもらってほしい。ここで最初のロングアップ欲しいな。多分、救助後に使う派や。救助後に使う派。あ、いいね、オッケーオッケー。あ、俺にオッケー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 。出します、出します。オッケーオッケーオッケー。よいよ。詰めますよ。これ詰めてもねー。トンネル帽子よろしく。でワープ取って最初に直してもらおうか。うん、ナイス袋だった、ナイス袋。そしてあれカウボーイに打ったのがきつかったね。近火を瞬間移動に変えた。サイシャン救助できるかな。あ、ありがとうな。ワープ壊されたもんね。あと1台はサイシャンのところね。オッケー。あ、でも俺詰めなあかんわ、どうしても。うん、いくらサイシャン無傷っても意味ないもんね。詰めよう詰めよう。めっちゃくっついてる、気持ち悪い。何あのくっつきを、やば。
オッケー。当たった。もうボールない。オッケー。トンネル掃除。ナイス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 。行った先が即死線があったらいい。これは強え。でもタックルさ、ボール足りないかなと思ったんよね。ここで最初のロングアップが光るところなんですけれども、最初が最後解読し1体にみんなを呼び寄せる。でも最初ってのはさ、救助後のロングアップと、あと脱出用のロングアップ。最後ね、ゲート開いた後のロングアップに使いたがるんだよね。そっちの方が気持ちいいから。アドレナリンがね、出るからです。はい。解読集中してないんやけれども、行こっか。最後の救助多分、占い師さん初釣り。ってか、詰められるね。これ無理だな。すぐ救助して、すぐ救助して、離れてもらわなあかん。離れてもらわなあかん。すぐ救助ですよ。すぐ救助。あ、詰まった、詰まった。詰まっちゃったわ。うん。うぃー。もう次死ぬな。うん。カウボーイちゃんの必要、カウボーイちゃん必要。これ全部この後、なってるっすね。そのシナドルは抜きで、冗談抜きで。うん。カウボーイちゃんの助けが必要です、これは。必要です、必要です。必要です。あ、守るね、守るね。離れます、離れます。ここで死んじゃいけない。離れます。いや、投入しないでしょ。はい。いや、平地でこんなにチェイスしたの俺やば。やばい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 、俺すごーい。やばい、俺すごーい。すげえ、俺。来ました、来ました。俺釣られても大丈夫ですからね。うわー、すごい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 。あ、大丈夫でしょう。カウボーイ死ぬよりマシやから。瞬間移動使ったばっかりやからね。大丈夫大丈夫大丈夫。しっかり定型部打ってあげて、みんな向こうに走れば間に合うでしょう。うわ、3人ともいるじゃねえか。おめえら楽しそうだな。やること全部やったわ、やること。うん、すごい。俺の立ち回りがまず、ピカイチ。カウボーイちゃんも分かったでしょ。ね。手を貸してやで、あそこで。寸止め完了してんのに、手を貸せって言うんやで。自分は死んだらもう終わりだと思ってるから。うん。これはね、身代わりが必要。倍が行く。